ずはまあヘルメットですね。でヘルメットは大前提としてヘッドランプ、それからタオルをもうすぐ出していただいて、まあ、ゴーグルがあればなおさらゴーグルをかけていただきたいんですけども、サングラスは余計暗くなっちゃうんでサングラスはやめた方がいいと思います。それでまあこういったね、頭を守れるような石ですね、上にかぶさってる屋根になってるような石を探していただいて、この下に隠れていただきます。でまあ少し出てるとこがあればこのリックでですね、リックで隠していただいて、木をタオルでいただいて、まあ噴石ですね、噴石が収まるまで待っていただければと思います。山頂付近で噴火が起きた場合も速やかにこのシェルターへ入ってください。30人ぐらい収容できるシェルターだそうです。まあシェルターに入っても横からの跳ねた噴石等が来る場合がありますので、できるだけ小さい身は小さくして、まあ噴煙から口や鼻を守るためにタオルを当てることをお勧めします。またシェルターであっても完璧ではないんで、ヘルメット、それからヘッドランプは必ずつけていただくようお願いします。火山灰が、に巻かれてしまうと、ヘッドランプをつけてですね、30センチぐらい前しか見えません。そういった場合は、山頂からずっとグリーンロープが張られてますんで、それを持っていただいて、これに沿って避難していただきます。強く引っ張ると、抜けちゃう可能性があるんで、あくまでも軽く握って、これを目安にこう逃げていただくといいと思います。